小麦ビールとは小麦を多くの割合で使用して除草したビールである。白ビールにはまた大麦麦芽もまた使用する。白ビールは通常上面発酵である。白ビールには複数のスタイルがあり、風味も異なる。一般的な白ビールにはベルギーのビットとドイツのバイスビアがある。ビットは伝統的にコリアンダーや オレンジピールで風味付けし、バイスビアは伝統的に50%以上の小麦麦芽を使用した明るい色のエールである。ビットとバイスビアは薄い色のビールであるため、歴史的に白ビールと呼ばれている。ベルギーの白ビールにはコリアンダーやビターオレンジピールといった香辛料が加えられ、ほのかにフルーティーな風味が加えられている。他のように小麦麦芽だけでなく、 落画化していない生の小麦を使用して醸造される。ドイツの白ビールは、ドイツ西部及び北部などで、バイツンと呼ばれ、バイエルン州の一部で、バイスビア、または、バイスと呼ばれる。ヘーフェバイツンは、ろ過していない、白ビールの名前であり、クリスタルバイツェンはろ過した小麦ビールである。他の国、特に、米国とカナダのブルワリーでは、 ベルギーとドイツの伝統に基づき特別な小麦酵母を使用するが、白ビールには通常の L 酵母で醸造する種類もあり、それらはバイエルンのスタイルよりもフルーティーではない。サワーエールのベルリーナーバイセ、ゴーゼ、およびランビックは小麦を使用して醸造する。イギリスでは伝統的に白ビールはないが、いくつかの醸造所はカスクの白ビールが作られる。 イギリスの白ビールは大陸のスタイルの正確な製法でなくイギリスのビターとの掛け合わせの傾向を持つ。白ビールは一般に春、夏の季節商品である。南ドイツ地方で作られている白ビールであり、大麦麦芽と小麦麦芽で作られる。フルーティーな香りを持ち、ホップの苦味は少ないことが特徴である。バイスビアはドイツの呼び名の通り、数種の白ビールを示す。 ヘイフェバイゼンは伝統的にろ過していない白ビールである。クリスタルバイゼン、またはクリスタルバイスビアはヘイフェバイゼンをろ過して酵母を除いた小麦ビールである。ろ過処理によりビールに濁りを加える小麦タンパク質も取り除かれる。ヘイフェバイゼンの別称はヘイフェバイスビア、バイスビア、ヘイフェバイス、ドゥンケルバイゼン、バイゼンボック、バイゼンシュタルクビアである。 バイゼンボックは、ムロカでなければ、ヘーフェバイゼンではない。他の特徴は、ヘーフェバイゼンを調和させるフェノール香の風味である。代表的なフェノールは、このスタイルに適するエールコーボの発酵による、フェルラ酸の代謝生成物である四ビニルグアヤコールである。ヘーフェバイゼンのフェノール香は、クローブ、薬が、または、煙の匂いと言われる。他の特徴的な香りは、わずかであるが、 バナナ、クローブ、バブルガム、あるいはバニラを含むウェールの風味を持つ。ヘーフェバイツェンの著名な商品例は、パウラナ、エアディンガー、シュナイダー・ワイス、フランチスカーナ、シュバイガー、ハッカー、スショア、エーンガー、ワインスタファナーである。このスタイルは現在ドイツ中で飲まれているが、特に生産地のドイツ南部で人気がある。バイツェンには度数の強いものもある。デュンケルバイツェン。 バイゼンシュタルクビアはバイゼンボックと呼ばれる。濃い小麦の種類は薄い色よりも通常、アルコール度数が高い。ビットビットビールは、大麦の麦芽と麦芽化していない小麦で作られる、上面発酵のエールで、主にベルギーで醸造される。他にはオランダなどで醸造される。酵母と小麦タンパク質により、冷やすとビールが濁り、外観は黄色がかった乳白色である。 ホップを使用せず、香辛料や他の植物を調合したグリュートで風味付けと保存加工をし、醸造した中世のビールの末裔である。このため現在もグリュートを使用しているが、コリアンダー、オレンジ、ビターオレンジ、ホップで作られる。したがって、ホップの風味はわずかであり、夏向けで非常に爽快な味わいである。このビールは乳酸のため多少酸味がある。 ビールに残る酵母は瓶の中でも幾分の発酵を続ける。ビットは他の白ビールと異なりグリュートを使用する。フランスの法律でグルートにホップを使用することは禁じられていた。ビットは小麦麦芽に加えて麦芽化していない生の小麦を使用して作られる。一時絶滅の危機にさらされていたがピエール・セリスが復活させたスタイルである。代表的な銘柄には ベルギー産のヒューガルデンホワイト、米国、カナダ産のブルームーンなどがある。ベルリナーバイス他の白ビールにはベルリナーバイスがあり、低アルコール度数で酸味がある。そのまま飲むこともでき、もともとはシュナップスと飲むことが一般的だったが、20世紀以降はレモン、ラズベリー、クルマバソウなどのシロップで甘みを加える飲み方が広まった。甘み入りのベルリナーバイスには、 シロップの色がついている。ケルン近郊のライン地方であるバイスと呼ばれる同様に、軽いビールはなくなった。ライプツヒのゴーゼは、ベルリナーバイスと似ているが4%前後とやや、アルコール度数が高い。ゴーゼには、コリアンダーと塩が含まれるため、ビール純水例に従っていない。ゴーゼとベルリナーバイスは、酵母に加えて、乳酸菌の発酵により、酸味が加えられる。 ベルギーのランビックもまた小麦と大麦で作られるが、バイツと酵母が異なる。ランビックは自然発酵で醸造される。ドイツのクリスタルバイスビアとヘイフェーイスビアジロビールは醸造場所と製法の細かな相違により名付けられる。バイエルンスタイルの白ビールは通常 500ml を背の高いタンブラー型グラスに注ぐ。ベルギーでは通常 250ml グラスに注ぐが、 標準の方はない。ベルリナーバイスは大型グラスに注がれる。白ビールは泡立ちやすいので、衝撃を与えると簡単に瓶から溢れ出す。グラスへ注ぐ際には、ビールがグラスの内壁を静かに伝うようにして、少量ずつ注ぐ。瓶の場合はビールを少し残しておき、瓶を振って、そこに溜まった沈殿物を全部洗い取り、グラスの泡の上に継ぎ足す。 泡の発生を抑えながら注ぐため、通常のビールよりも時間がかかる。白ビールを瓶からラッパ飲みしてはならない。瓶を逆さまにする動きだけで激しく泡立ち、瓶の中で圧力が高まって、ビールが噴き出してくるからである。クリスタルバイツエンおよびアメリカンスタイルの白ビールは、レモンが一切れ添えられる。バイエルン州ではこれを快く思わない。ありがとうございます。